はい、どうも、バタデン2100です。今回は、ビートレの組み立て動画を、やりたいと思います。はい、今回はこちら。はい、難解5万系ラピートです。で、まあこれ、開封した時に組み立て動画出さないって言ったんですけど、やっぱ出した方がいいかなって思ったんですよね。ということで今回は、2両、先頭車、中間車を1両ずつ作りたいと思います。はい。じゃあ開けますね。もうね、組み立て動画やっぱ開封と一緒に撮った方がいいですね。今が手っ取り早い気がします。よいしょ。これ多分これが先頭車かな。あ、これ中間。これが先頭車で、もう一個こっちが中間車です。とあと説明書とかシール。はい。じゃあまずは袋から出していきたいと思います。はい、ということで、全部袋から出しました。こっちが先頭車ですかね。これフレームはニュー HG フレームかな。この N700 と一緒ですね。1個前の世代かな。まあでも作り方基本一緒ですね。普通のビートレート。じゃあまず2両分のこの床下を組み立てていきたいと思います。はい、じゃあ組み立てていきたいと思います。ここからは早送りでちょっと無音になっちゃいますが、気にしないでください。はい、ということで、2両の、この台車ができました。ちょっと長かったね。まあでも普通にできましたね。はい、じゃあ車体をじゃあ作っていきますか。簡単な方からやりてえな。じゃあまず中間車からね、やっていきたいと思います。はい、今回はですね、とりあえずこのクハ5万500とモハ5万を作っていきたいと思います。いいよ、それで。はい。で、つま板がどれかな？ちょっとわかんないんで。あー、なるほど、わかった。これですね。今回のモハ5万を作る場合は、このつま板の配管ありなしの2つを使うようです。じゃあ、切り取ってみますか。これで組み立てていきます。じゃあ、まずガラスを切っていきます。んで、これを、ああ、そうだった。黒い部品が、これかな？この変なメガネみたいなやつを、切り取って使います。よいしょ。はい、ここのはちっちゃい、この大きい穴の隣の小さい穴にこう差し込みます。まあ、これは基本の電車のビートレの組み立て方ですね。最近はちょっと違うけど、まあ基本この形です。よいしょ。こうはめたら、屋根が先かな。屋根、こちらのパンタグモハ5万はパンタグラフがついているので、このパンタアリを外してと、でここにパンタグラフを取り付けます。ああ、吹っ飛んだ。はい。まあ、バンタつけるのは穴に、はめ込めばいいので、簡単っちゃ簡単です。はい、はい、と、このような感じで、これを、向きがどうかな。こ
箱みたいな、ここにある箱みたいなのがついてる方が、箱がついてる方がドアじゃない側だから、こうか。こうですね。こういうとこも、まあ実物の写真や説明書をちゃんと見ないとね、難しいので。はい、はめました。で、今度、この箱がある方、こっち側、この、あ、間違えた。こっちだった。この箱がある方が、このハイカーニの妻板ですね。おや。結構、中間車一つでも、詳しくない形式とかは、本当作るのが難しいです。ちょっとボケる。はい、つまいた、つけ終わりました。で、もう最後は車体。あ、間違えた、こっち。危ねえ。最後は車体を、このようにはめ込んで、ここもまあ隙間がないようにね、なるべく、はめていくんですけど、結構力がね、いるんで。よいしょ。まあ、とりあえずいいか。こんな感じではめたら、最後に、この床下をはめればもう完成。シール以外は完成です。よいしょ。はい、完成。あ、結構でもいいですね。かっこいい。中反射ですでにかっこいいです。はい、こんな感じで、あとはまあ後でシールを貼っていきます。じゃあ次、先頭車を作っていきます。はい、で、車体パーツはこのようになっています。これは見た感じどう組んでいいのか、普通に組み立てれば大丈夫っぽいね。この銀色のパーツも出して、まず先にこのもう、同じ、中間車と同じなんでも組んだんですけど、まずここに先、もう顔面以外のパーツを入れてからの方がいいですね。はい、とりあえず、はめてみました。ちょっとね、ちょっとこの辺隙間があるんですけど、まあ、後々修正します。で、前面がまあ、このようにパッカーンと開いちゃってるので、ここね、この、どう入れたらいいのかな。こうかな。この、ちょっと見えづらいかな。この穴に、こう、はめ込んで、こうか。多分こうかな。おお。こう、銀色のパーツをはめてから、この、反対側の前面と一緒にこう、挟み込むと。おりゃ。ほっと。大丈夫？おお、すごい。ラピートの前面になりました。かっこいい。美しいですね。もう、で、じゃあこれではめれば終わりってこと？これで妻板挟むように、こう、入れてと、おや、おお、できた。ちょっと隙間あるけど、いいのかな。はい、できました。とりあえず、ラピートの車体。かっこいい、これ。ほんと、まあ、本物知らん、あんま見たことないんで、一回見たことないんですけど、本物っぽい、このデザイン、かっこいいですね。この、床下を入れれば、それ。はい、完成。おお、いいね。この前面はすごいリアルなのに、この側面が短いっていうのがちょっと可愛らしいですね。さすがビートレって感じ。いやー、美しい。すごいね、リアル。じゃあ、これ、中間車とね、先頭車2両できたので、シールをね、まあ、これはちょっと取りづらいんで、まあ、収録外でやるんですけど、このシールを貼っていきたいと思います。はい、ということで、シール貼るのを完成しました。はい、こんな感じ。まあ、シールもあんまり大胆にはないんで、まあ、そんな変わんないかな。でもね、やっぱかっこいい、この、
顔、未来的な、今でもね、あの古さを感じさせないですよね。ちょっと指紋がついてる。これビートレね、あの組み立てる時にこうグッて押すとすぐガラスの指紋がついちゃって、それがちょっと嫌です。このようにロゴもあります。ちょっとシール雑だけど、このようになってます。行き先表示はありません。よいしょ、こんな感じ。いいね。もうこれで今回は終わります。次回ね、あの D10、 あの開封を同じ時期にした D10 もあの作る予定です。あの出すよ、動画を出す予定です。今回はこちらの南海5万系ラピートのビートレ、先頭車と中間車を作りました。それではさようなら。